すいません。私はまだこういうの使ってるんだけどね。どこ行った？インターネットと違う。René, René, he wants to show this. This is how he calculates the menu? Really? That's really old school. Right. Yeah. Thank you. So much. I have to take your mic, please. Yeah. It's coming. I've been asking some of my friends that I was going to talk to Jiro-san. Mm. And everybody had a lot of questions. Okay. Hi. Once more, I produce your Jiro-san, Dene-san. That's also good. Because a lot of us are young, finding our way into cooking. And you're so established, a national living treasure. はい、はい、1個前で1個向こうで。自分の仕事は好きにならなきゃダメですよ。これは俺には気に入らない、これは俺のやる仕事じゃないなんて言ってたら、何やったって一人前にはならないと思う。だから自分が決めた仕事は自分があくまでもそれ好きになってどん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 前へ進んでいかなきゃいけないですよ。で今の若い人っていうのは結構野垣だけは一人前に言うんだけれどもその仕事になるとまるっきりもう二流三流になってしまうんですよね。それはもう今機械が進歩してるからそっちの方へみんな走っちゃうわけですよ。で自分の手で進歩握りだけじゃなくてね自分の手でやるような仕事っていうのはだん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 みんなやめていって機械を頼りにしてやってる人が多くなってきてる。で若い人は特にそうでしょう。だからそれだったら上達はしないと思うんですよ。そうですね、やっぱり自分の仕事は自分で惚れて一歩でも二歩でも前へ出るということを絶えず頭の中に入れてなかったら進歩っていうのはないと思いますよ。そうですね、はい。あとここだ。ごはだいっぱい出そうって言ってたから。だからごはだっていうのはやっぱりそれを言ってくれないといけないんだけども、うん、あの寿司屋にしてみたら。はい、小肌が一番重要視するわけですよ。2番目のやつ。うん。Yeah. Was probably my favorite piece of sushi I've ever tried. What about, how does he balance tradition and innovation? Does he feel at all that innovation is important? いや、それはね、今までやったもの、それかこれを新しくする。これよりか美味しければいいですよ。これよりかまずいのに綺麗だからって作ってみても、味が落ちたらこれは長続きはしないんです。だから自分が新しいものをやるんだったら今まであったようなものよりは味のいいものを考えなきゃいけない。今日のタコのお話をするタコなんか今日完全にそうですよ。そう昔タコなんかあんなものうまくないっていう人はほとんどでしょう。だから嫌だって言うんだけどもあれ私全部改良してであのタコを作ったんですよね。そしたらその今言うみたいに私はタコ嫌いだっていう人がおかわりくださいっていうぐらいにそのくらいにならないと本当の職人の腕っていうものはないわけでしょう。ね、それはもう例えば私がこの人に教えたことだけをやってるんだったら別に何にも苦労することないわけでしょう。だから職人という腕があるんだったらそれをもっと改良して美味しくするね、そういうものを考えたかったら職人じゃないんですよ。When did Jiro-san feel that he had become a specialist? When did he feel that he was a master? How many years did it take him that he started feeling he was doing a good job? やっぱし50だろうね。50 years old. 50. Yeah. そういうことですよね。だからそれまでには何回も失敗はするんですよね。失敗をして改良して改良して改良して出来上がるのが大体50ぐらいになったら大体その自分の思ってるぐらいのものができてくるという。
in those years from being 8 years old until reaching 50, did he ever want to stop? Did he ever think that this is not what I want out of my life? それはやめようかなじゃなくて、どうやってやったらうまくなるかということは考えますよ。How does it feel to be working with your son for so many years, so close? いや別に全然そういうこと考えてない。だから店の中では息子と思ってない。それ考えたらね、こっちが腕が上がらないですよ。俺もそれを考えたらもう絶対腕は上がらないと思う、こっちがね。だから親方と職人というふうに割り切らないとダメなんです。親方と従業員ですよね、簡単に言うと、ね、僕はすごい幸せだと思ってますよ、うん、こんな、なんつか理想に近いその寿司職人がいつもいつもそばに、そう、職人として、え、こんないい先生がね毎日一緒にいられるんですよ。それこう思うようになったのはつい最近ですけどねそうでもそれまでやっぱ厳しかったんで辛いこともたくさんありましたね。いや追いつきたいとは思うんですけど、なかなか追いつけないんじゃないかな。80、僕この仕事始めて37年なんですよ、今年37年、8年目になるのかな、仕事しますね。だけどまだ半分も行ってないんですよ、そう簡単に年数だけで言うとですよね。でも一生懸命必死にやって、もうパッて見てもう近ちょっと追いついたかなと思うと、父はもう1000歩ぐらいまた先行ってるわけですよ。また何年かこう一生懸命やって、またポッとこう見るともうちょっと近づいたかなって、やっぱまだまだそう縮まらないんですよただね、私らのその修行地時代、あそこ行こう、ここ行こうなんて言って、ああそうですかって取ってくれるところなんかないですからね、その当時は人が余っちゃってるんだから、こっち来ばっか多かった時代ですから、そんなものここをやめて、じゃあこっち行こうなんて言って、こっちで入れてくれればいいですよ。入れてくれないんだから、そしたら今までいるところで一生懸命勉強して修行して、そこにだんだん上になって、後ろから入ってくるから若いのが、だから自分がだんだん上になっていく、その上になっただけの力を自分がつけなきゃならない。そういう一緒に働いてる連中より絶対負けないぞと思ってました。え？絶対負けないぞと思ってました。あ、いや、負けないんじゃなくて、俺を追い抜こうと思って。あ、追い抜こう。はい。Talking about happiness, what makes him more happy? Is it doing sushi or making guests happy? 幸せってで仕事ができるってことが第一なんですよ。仕事ができる、その中で今度は自分が好きな仕事ができるっていうのはもう一つ上になってくるんですよね。だそういうのの積み重ねですよ。要するに仕事ができるというのは90歳でも仕事ができる。できますよ、90歳でまた仕事してるんだからもう生きがいなんですよね仕事が。だからね、前にね、あのこの方に言ったことあるんですよ。3連休だって、3連休なんて言ったらどっか遊び行くのかって言うから、仕事早くしなかったらそんなものもう退屈でしょうがないじゃないかって言ったことがあるんです。だからまあおそらく覚えてると思いますけれどもね。だから私は休んでるよりは仕事をして、店に来て仕事する方が好きだということ。それはもう60、70になってね、自分がずっと思ってること全部達成しますでしょう。そしたら60、70になってから俺やめたって、こんなことは絶対やらないんで、もうその上をまた考えますよ。賭けしても大丈夫。それは人間ってそういうもんなんですよ。自分の仕事を達成してたね、満足感が出てきた時にでね、あ、俺はこれでいいからやめるって人はまずいませんよ。それから先を考えますみんな。 No, I agree. 今はね、今これから何をやろうか、あれやろうか、これやろうかっていろいろ考えますでしょう。そうするといくつになったらやめようかって必ず思うんですよ。だけどそこまで行った時にはもう自分の仕事って達成してるわけでしょう。そしたら今度は何をしようかなって、そこからまた新しいものが出てきますよ。日記をね読ませていただく、結構いろいろもう手探り状態でプレッシャーで相当なんか辛い時がいっぱいあるみたいですよ。だから辛いことがあるから進歩するんでしょ。でも結構気は強い方でし
Yeah, I'm quite stubborn. それは気の強い人でなかったらね、こういうふうにはならないですよ。で、繊細ですよね。両方ないとこういうふうにはならないですよね。だってね、世界で見られてる人がね、そんな簡単に辞めるわけがないの。だってそれだけの腕があるから世界からみんな見てるわけでしょう。それがもう自分が思ってるところまで行ったから、もうこれで俺はいいわ、辞めるなんてことは絶対思わないですよ。もうそう、必ずそうなりますよ。こうやってたらこう、その時に行くとこプラグになりますよ。かけようか。1億でかけてもいいですよ。ありがとうございます。世界のね、超一流という方がね、60、70になったら俺辞めるよってこうやってやってるわけがないんで、もうそれからまたこうなるんですよ。それはもうすぐその目の前ですよ。もう そのくらいのことをやるっていうのは絶対やる。かけてもいいわ。かけてもいいけど俺が先死んじゃうからね。He will get it. He will get it. No.バルムだから行きたい。ハイブスだから行きたい。ね、そこまで必ず行くと思う。で、やらないと思ってるんでしょう。だけどそこまでの生きていたら見てざま見ろって言うだけで。おお。Yes. ね。I hope so. I really hope so.ジローさん、内緒にならなくなっちゃうけど、東京オリンピックまでやりたい。あと5年ですから、95になればオリンピック来ますから。この前の東京オリンピックの時には私東京にもう出てきてましたからね。だから東京オリンピックまで立ってたいなって。わいいのかな。で、あちらでさ、はい、じゃあこちらで、はい、はい、フィニッシュ。ありがとうございます。本当はもっと食べたいけど、もうインタビュー。